成功への道は多くの時無駄な努力に満ち溢れています。しかしその 99% を排除し、本当に重要な 1% に焦点を合わせることで目標達成へと近づくことができます。この戦略はパレートの法則、または80対20の原則とも呼ばれています。重要なのはどの活動が最も価値を生み出すかを見極め、そこにリソースを集中させること。時間を有効に使い、生産性を最大化させるためにも日々の業務を評価し、本当に重要なタスクに注力しましょう。この戦略を成功させるためには、自身の目標と価値観を明確にすることが不可欠です。何が本当に重要で、どの活動がその目標達成に直結しているのかを理解する必要があります。日々のタスクを見直し、優先順位をつけることで、無駄な努力を削減し、効率的に目標に近づくことができます。また、自己反省を習慣化し、定期的に進捗を評価することで、必要に応じて方針を調整し、常に最も効果的な方法で目標に向かって進むことができるようになります。成功の旅において、無駄を排除する具体的な戦略には、時間管理の技術を磨くことが含まれます。例えば、タイムブロッキングやポモドーロテクニックを活用し、集中力を高め、生産性を向上させることができます。また目標を細分化し、小さな勝利を積み重ねることでモチベーションを維持しつつ、大きな目標達成へとつなげることが可能です。重要なのは行動することとその結果に対するフィードバックを迅速に得ること。これらを組み合わせることで 99% の無駄な努力を排除し、重要な 1% へとリソースを最適に配分することができます。最終的に成功への道を切り開くには、常に自己の行動を見直し、改善に向けて努力することが重要です。目標に対する情熱を保ちながら、効果的な戦略を利用し、 99% の無駄を省き、 1% の重要な活動に集中すること。これにより時間と労力を最大限に活用し、生産性を飛躍的に向上させることができます。無駄を省くことは、目標達成の加速だけではなく、自身の能力を高め、より多くの成果を生み出すための鍵です。これらの戦略を実践する上で、忘れてはならないのが、継続性です。短期間で成果を求めるのではなく、持続可能な習慣として、これらの原理を生活に組み込むことが重要です。日々の習慣の中に、意識的な選択と評価を取り入れることで、徐々にですが、大きな変化を感じられるはずです。99% の無駄を排除し、1% に焦点を合わせることは、単なる技術ではなく、成功へのマインドセットとして捉えるべきです。このマインドセットと戦略を実践することで、日々の選択がより意味のあるものに変わり、自分自身の成長と成功を大きく加速させることが可能です。重要な 1% に注力するためには、定期的な目標設定と、その進捗の確認が欠かせません。目標が明確で、それに向かって努力することが、究極的に 99% の無駄を削除し、成功への道をより明確にする鍵となります。そこで不可欠なのは、自分にとって何が重要かを深く理解し、日々の選択をその理解に基づいて行うことです。目標に対する熱意を持続させ、無駄な努力を省きながらも、成果を出すための方法を見つけ出し続けること。これにより、少ない努力で大きな成果を得ることが可能となります。成功への道は、日々の小さな改善と選択によって築かれます。99% の無駄を排除し、1% に集中することで、自己実現と目標達成への道を確実なものにしましょう。